2005年、チャドの難民キャンプ難民キャンプは、難民が集中して、避難、居住する場所のこと。戦争、内乱、自然災害、伝染病の災難を避けるため、居住地を捨て、母国の国境を越えて、難民となった者が集まり、居住することで発生する。初期段階、または、国際的に注目を浴びない地域では、自然発生的なキャンプとなるが、一般には、 キャンプ地発生国や NGO、国際赤十字などが、居住環境やインフラ整備などの便利を図り、居住環境が充実していくこともある。パレスチナ難民の例のように、紛争や戦争が固定化すると数十年も存続する例もあり、定住民との定義が曖昧になったり、元々住んでた人々と圧力が起きることもある。一般に、難民キャンプは、 その外見や快適性を極端に切り詰めて設計される、もしくは成り行きに任せたまま形成されるため、人間の基本的なニーズの最低限のレベルをようやく充足させる程度のものでしかない。難民となる原因となった内乱が集結した時には、直ちに故郷に難民が帰還することを前提として、短期間かつ最小限のニーズに合わせた住環境が整えられていく。この過程で、 快適性や充実感の水準設定が国際連合難民高等弁務官事務所をはじめとした支援団体内で議論となることがある。これは収容者のキャンプへの依存の高まりから労働を忌避する傾向が生じること、また祖国へ帰還する意欲を失うことにつながるためである。支援が受けられないキャンプでは飢餓が発生するほか支援があったとしても 公衆衛生の改善は後回しになることが多いため、コレラなどの伝染病が蔓延することもある。避難民自体が祖国を捨てた反政府主義者とみなされることから、軍事組織などから越境攻撃を受ける例もある。ダルフール紛争では、難民キャンプ地が襲撃された数の死傷者を出している。短期的に最低限の安全や衣植獣が確保されても、長期的に見れば、 キャンプ地での不安定な環境から精神に障害が出る可能性も高くキャンプで生まれた子どもたちが成長する家庭精神発達に支障が出る恐れも考えられている難民キャンプには次のようなものが備わっていることが望ましいが地政学上の問題や宗教の違いなどにより民間支援にかが生じることからすべてのキャンプの水準が一定であることはない 数十万人規模の難民が難民キャンプを形成した事例。ありがとうございます。